ね、ミャンマーのヤンゴンにいます。で今川沿い、川がある、川のところがあるんですけど、川沿いの道を歩いてるんです。すごいですね。もうね、バスがすごい。見てください、これ CA って書いてある。これ日本から持ってきたバス。なんか日本から持ってきたようなバスとかね、トラック結構多いです。で、あとはもう車見るとね、日本車ね、日本車ばっかです。しかも古いですね。もう昭和60年代、50年代の車をたまに走ってますね。すごいですね。こういうね、車見てるとどっかの会社が使ったような車も結構あったりもします。人は結構多いですよね。これがね、人々の市民の足を合間見ることができます。これマーケット、ドリアの人。やっぱ降水量がね、ヤンゴン一番大きな都市だから結構多い。でもね、思ったよりもね、ベトナムとかスリランカとかインドとかもそうですけど、結構やっぱクラッシュを鳴らすんですけどね、クラッシュを鳴らさないですから。 BB とかじゃないね。中国なんかも結構やばパーパー鳴らすんですけど、違います。結構すごいね、これフルーツとか、これは春巻き、チキン、なるほどね。すごいな、古い建物。